ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。戦国時代に色々な一向一揆や合戦があったわけだけど、どんな人が犠牲になったと思う？家来の人とか、合戦に参戦した農民の人とかかな。正解だけど不正解だな。どういうこと？もっと身近な人が織田信長の活躍によって犠牲になったんだ。もしかして、兄弟とか？さすがにそんなわけ。正解だぜ。本当に兄弟なの？信長には11人もの兄弟がいて、その中でも最終的に生き残ったのはたったの3人だ。それだけ？様々な理由があったようだからな。一人ずつ紹介していこう。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは織田秀隆だ。あ、その人知ってる。絶世の美少年だったんでしょう？よく知ってるな。織田家はかなり美形家系で、信長をはじめみんなイケメンだったんだぜ。見てみたかったな。新潮後期という文献によると、溶岩美麗、肌はお白いのように白くなんとも例えようのない美しさだった、と記されているんだ。現代に生きてたら絶対有名俳優になってるよ。織田家の中でも群を抜いてイケメンだったようだな。容姿端麗で知性も豊富だった秀隆は、兄弟の中でもとても優秀で贔屓されていたようだ。そんなパーフェクト人間だと納得いくよね。それもそうだな。だがしかし、1555年6月に悲劇が起きてしまう。何が起きたの？信長の叔父である信次が川遊びをしていた時だ。ってことは夏とかだったのかな？たまたま秀隆は馬に乗って移動している時、信次と家来たちが川遊びをしていたところに通りかかったようだ。一緒に遊んだってこと？いや、本当にたまたま通りかかっただけだから特に声はかけなかったんだ。大体通りかかると挨拶をするのが武将の通例なんだが、秀隆は叔父ということもありおろそかにしてしまった。すると家来の一人が、挨拶せずに通り過ぎるなんざ許せない、と秀隆へ矢を放ってしまったんだ。めっちゃ理不尽、おいっ子さんだって気がつかなかったわけ？それが遠目で全く気がつかなかったんだ。そのまま不運にも秀隆を貫き落馬、秀隆はこうして一生を終えてしまった。マジで？本当にかわいそうな終わり方だね。叔父の信次はもちろん大慌て。家来に、なんてことしてくれたんだ、と大激怒だったみたいだな。そりゃそうだよ。未来もある優秀な甥っ子だっただろうに。パニックになった信次は当時の居城に戻ることもできず行方をくらましてしまったんだぜ。よっぽど帰りづらかったんだろうね。当たり前だけど。その後大激怒したのは信長じゃなくて弟の信勝だった。あの起伏の激しい信長様じゃないんだ。秀隆を慕っていた信勝は信次の居城を焼き払って無念を晴らしたんだぜ。現代だったらすぐ捕まってしまうことばかりだね。まあそれが戦国時代だからな。この後、信次は特にお咎めなしで居城へ復帰したんだ。まあ燃やされちゃってるしね。これが秀隆の話だ。なんか戦国っぽいようなぽくないような。次は信時だ。その人は知らないな。信時は特に信長から見て兄なのか弟なのか定かではない。どこに当たる兄弟なのかもわからないが。先ほど話した信次がいなくなった後、代わりに森山城の面倒を見ていたんだぜ。ってことはかなり優秀だったんだね。信次の後を継いだから当然信次の家来がつくことになる。坂井喜左衛門と角田信吾を配下に加えるが、これが仇となってしまうんだ。喜左衛門には孫平次という息子がいた。その子がどうしたの？孫平次のことが気に入った信時は、必要以上に一緒にいようとするんだ。それは子供だからってこと？いや、おそらく難職だったからだな。じゃあ有能だったとかそういう理由じゃなくて？その通り、ただ孫平次がイケメンだったからだ。めちゃくちゃ市場じゃん。この出来事に腹を立てた喜左衛門と信吾は、信時に対して謀反を計画するんだ。相当孫平次は大事にされていたんだね。ある日、城内の塀や柵が壊れましたので修繕のために職人を招き入れます。と軍勢を集めた家来たちは見聞に訪れた信時を軍勢に襲わせたんだ。ってことは完全に隙を狙ったんだね。必死に抵抗したけど信時は追い詰められて自害してしまったんだ。まあ自業自得とも言えるね。またこれも戦国時代っぽいっちゃぽいな。次に信勝だ。あれ？さっき出てきた人？そうだ。秀隆が亡くなった時信次の居城を燃やしたやつだな。その人がどうしたの？信長の父である信秀が病死した後は長男である信長が家督を相続したそうだ。信勝はどうなったの？信勝は信秀が最終的に住んでいた城である末森城を存続したんだ。だったら兄弟平等でいいじゃない。そうもいかなかったんだ。その後信長、信勝ともに家老が4人ずつつけられたんだ。分割相続だったことが信行は気に食わなかったそうだ。意味がわからない。今でこそ分割相続は平等でいいものとされているけど、当時は誰かが全てを相続することが普通だったから。
信行にとっては諦められなくなった一つの要因と言えるだろう。なるほど。信長一人に相続されたら諦められたってことね。そういうことだ。信勝が信長の直轄地を横領するという敵対行動に出た。泥沼の始まりだね。信長の家老だった林秀貞と信行側の家老だった柴田勝家と密謀し、信長に謀反を企てたんだぜ。家老さんたちも相当口がうまかったのかな。そうとも言える。信長に対して問題視していた家老たちをうまいこと言いくるめて謀反を計画していたみたいだ。兄弟なのになんか悲しい。こうして信長軍と信勝軍は井之原で激突したんだぜ。大きな兄弟喧嘩ってことかしら。戦力としては信長軍が約700人に対して、信行軍は柴田勝家が1000人、林秀貞700人を率いていたんだ。ってことは倍近くじゃない。そうだ。信長軍が圧倒的に不利な状況でスタートしたが、合戦は信長の土星にひるんだ信行が逃げ出して信長は勝利を収めたんだぜ。え、やっぱりお兄ちゃんが怖かったってこと？そういうことだ。なんだ、信勝かわいいじゃん。しかしこの後も信長に対して謀反を企てたんだぜ。一回負けたのに？全く懲りないな。しかもこの謀反は信長を恐れた柴田勝家に密告されてしまったんだ。その後信長は信行は懲りない奴だと判断し、病気だと嘘をついておびき出したところで信勝はジエンドというわけだ。でもこのようにすることを勧めたのは、紛れもない実母と柴田勝家だ。そう思うと、一度謀反を起こして信用がた落ちだったんだと思うぜ。お母さんも見限ってたならしょうがない気もする。次に紹介するのは信春だ。信春は確か武勇があったって有名じゃなかったっけ？その通り、美濃の斎藤氏と戦っていた時、最前線に誓いの武将を与えられたという逸話もあって、かなり武勇に長けた人だった。信長の力にかなりなっていた人物で、数々の合戦で信長と共に戦ったんだ。慕ってたんだね。そして1570年、越前朝倉市へ攻めかかった信長が、北近江の浅井氏を敵に回すという事態になってしまったんだ。同年の姉川の戦いで勝利を得るものの、まだまだピンチは続いた。この辺が信長が一番大変だった時だね。信長によって畿内を叩き出された三好三人衆が四国から海を渡って摂津へ上陸し、京都へやってくることになった。信長はもちろん撃つべくして大軍を動員したのだが、三好三人衆の方が先手を取ったんだ。え？それでそれで？背後から大阪本願寺の勢力が襲いかかり、信長は対抗したのだが、なかなかうまく動けなくなってしまったんだ。その後、いよいよ浅井朝倉連合軍が動き始め、近江から一気に京都を目指して南下を始めた。拠点宇佐山城で敵陣を迎え撃った信春だったが、あっけなく命を落としてしまったってわけだ。戦死してしまったってことね。ただ、信春がかなりの時間稼ぎを行ったことで信長は勝利することができたんだ。信春はすごく優秀だったんだ。そうだな。一番武道派って感じだ。なるほどね。そして次は信興だ。信興もまた武道派の兄弟で信長に慕われている一人だったんだ。信興は確か弟だったかな？その通り、主に尾張西部や伊勢方面で滝川一益と共に活躍したことで有名だな。まだ織田家が大阪本願寺と敵対していなかったこの頃、信長は信興に伊勢長島一帯の平定を命じたんだ。平定って何？いわゆる先に領土をある程度確保しておいて、すぐに勢力を拡大できるようにすることだ。なるほど。信興は大きな勢力を持っていた服部党を攻め立て、その領土の多くを奪い大活躍していた。すごいね。さらに古紀江城を新たに築いて、長島平定のための拠点とするなど、伊勢長島で知らない人はいないぐらい力のある人だったんだ。織田家と大阪本願寺が手切れになると、本願寺保守権与は岩礁寺にも激を飛ばし、共に信長を滅ぼすため挙兵せよと命ずる。なるほど。ってことは強制的に合戦になってしまったんだね。元亀元年1570年12月、6万に及ぶ一行一騎が長島一帯に参集して、信興が築いた古紀江城を攻め始めた。信長はどうしていたの？その頃信長は浅井朝倉と対峙している真っ最中で助けに行けなかったんだ。信興が一人で戦わなきゃいけない状況だったんだね。6日にも渡り奮闘し続けたが、ついに天守内で自害をしてしまったんだ。かなり追い詰められていたんだね。その後信長の怒りに火がついて、後に敵陣大落札をして無念を晴らした。11人いる兄弟の中でもかなり仲が良かったんだね。信長はさぞかし悲しんだことだろう。次は、秀成だ。信長は先ほど紹介した信興が撃たれた後、二度にわたって伊勢長島攻めを行った。それで勝ったの？いや、実はこの時信長は負けてしまったんだよ。どんな理由なの？川と海に囲まれた長島は攻めづらい要害の地だったこともあり、非常に不利だったんだ。
土地柄って大事っていうもんね。そして来たる1574年6月、信長は計画を練り直し、10万人の大軍で攻め入った。この時大将を収めた信長と一緒に戦ったのが弟の秀成だ。一緒に戦ったってことはこの人のこと慕ってたみたい。秀成はこの時かなり若く、これが初陣だったという説もあるんだ。ってことはかなり下の兄弟みたいね。この戦いは信長の残忍さが大きく出ていて、敵陣が降伏しても決して許さず、城へ閉じ込めて火をつけたりしたんだぜ。相当信長は怒っていたんだね。敵陣が逃げ出し、城からいなくなったところで織田軍は撤退しようとしたんだ。だがここで悲劇が起きる。何何？敵陣もやり返すべく、外で待ち伏せしていて、一斉に射撃を浴びてしまうんだ。そして運悪く当たってしまう秀成は亡くなってしまった。信長が手を引いていればよかったのかもね。この戦いで戦死した織田一門は6人に及び、戦力をかなりなくしてしまったんだ。信長の怒り、ここまで来ると行き過ぎてる気もする。まあそれが戦国時代ってもんだ。最後に紹介するのは信長の末弟織田長利だ。信長の嫡男信忠が家督を継いだ時、その配下に収まって伊勢長島攻めや三木城攻め、その他各地の戦いに参陣した。また天正9年1581年に開催された大軍事パレード、京都馬揃いでは五連刺繍として名を連ね、騎馬十騎を率いて行進している。そのまま順調に進めば、次期天下人の側近として将来は約束されていそうな経歴ね。そんな長利を不幸が襲ってしまう。何かしら？天正10年1582年に起こった本能寺の変だ。本能寺の変は有名ね。明智軍によって本能寺が愚連の炎に包まれる中、ほど近い明覚寺にいた信忠は逃げることはせず敵を迎え撃つ構えに出た。より守りやすい二条五神像へ移ると防戦の体制を取らせる。長利もまた信忠と共に決死の覚悟で従った。明智軍を防ぐことはできたのかしら？攻め寄せてきた明智軍に対し信忠勢は果敢な抵抗を見せるが、兵越しに鉄砲の一斉射撃を受けたことで守りが乱れ、ついに敵兵の侵入を許してしまう。あらら。そして信忠が自害する時を稼ぐため長利らは最後の働きを試み、ついに討ち死にしたんだ。この本能寺の変は信長時代の終焉の決定だもんね。信長本人だけでなく、弟たちの壮烈な死のフィナーレとなってしまったぜ。そうなんだね。生き残った兄弟はいたの？生き残った弟はわずか3人、信輝は甥信勝の家臣として生き延び、信兼、長益は江戸時代に大名としての系譜を繋いでいる。3人だけでも生き残っていてよかったわ。さて、今回は信長の兄弟について紹介したぜ。霊夢、どうだった？兄弟の中でも信頼関係があって、今とあまり変わらないと感じたよ。そうだな。信長が活躍した裏にはいろいろな人の活躍があったってことだ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。